マルフォイ。こんにちは、こんばんは、おはようございます。ギーコちゃんです。ザーちょっと危ない。吐きそうになった痛い。はい、今回は運極34体目かな。はい、ということでね、またね、クイズにしていきたいと思います。はい。A、B、C、答えてね。いきます。クイズ、スタート。ということで、皆さん正解したでしょうか。今回はこのステージを見ればね、多分すぐ分かると思いますよ。レッツゴー。はーい、そうです、ギコゴジラこと、ゴジラ13号機でございます。私の周回パーティーはこんな感じですね。よっこいしょっとね。で、あそこめんどくせえな、これ変なおっしゃった。アテカンちょっと左、下側に行きたい。で、次のステージだ。これで、ね、比較的早くね倒せるとは思うんですが、いかんせん次のステージちょっと失敗したのかな。上にズッポジャー行ってビービーするか。早くはね、やったやったのまのやダンスシーンね。今度は下もビリビリしとこうかね。いや、しないしないで、ちょっと横感しとこう。やっちまった。ふざけんじゃねえよ。何してんの、ワープ忘れてたよ完全に。ドスンと下行っちゃうじゃんこれね。えそれはそれでしょうがないんだけどね。しょうがないから殺すしかないじゃん。もう何もできないよこれ。次でなくなるかな。壁際がなくなって、そうだね、これですかね。ちょっとね、ちょっとダメだね。ダメなパーティーだね、これ。そして、お、いいぞ。それ、これ上行っちゃうのかな。お、いかなかった。ラッキークッキーもんじゃ焼き。いいね、出るよ。悪いけど出させてもらう。よし、よし。あとはザコだけだ。こっからは餌だな。そう、これボス倒すと、AT フィールドが逃げるって知ってた。知らなかったね。でもそこまで AT フィールドが残ってることはなかなかないんだけども、 AT フィールド逃げるんです。おそろそろ AT フィールドだ。ミスターミスターサタン。いやー、みんな運極にした。これなかなかね、この99回周回で、あのね、何回も言うよ、ゼットン君さんのせいで余計大変な感じがする。これわかる、わしの言いたいこと。ゼットン君さんのせいで、これ。あ、そう、俺の髪の毛の色、今更だけど、なんか、何これって感じでしょ。これね、俺もそう思ってる。ちょっとしばらくね、髪の毛で遊ぼうかなってちょっと思ってて。うん、まあ、せっかくね、こういう職業ですから、ね、遊べるときは遊ぼうという形ですよ。人間ね、遊べとか遊ばないと、いつか遊べなくなるから、ね、学生の諸君、ね。遊べなくなった時のことを、ね、考えてね、あそこの今かもしれないと。今のアドバイスを良きアドバイスを取るか、まあ、秋のアドバイスを取るかは君次第だ。頑張ろう。縦間違う、こうだな、これ倒せる。ビリ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 、 OK、 イエス、いいね。そしてここだ。ゴゴゴゴゴゴゴ、どうすん。あー、いいね、いいよ。ビリビリ2個でいいんだ、完璧だよ。本当はこの右のエビフライみたいなやつ、エビフリアのところが一番いいんだよね。これ止まっちゃうわ。エビフリアとこいつの間が一番ね、ガーンっていくんだよね。そう、頼むよ、上に出て。あれね、クリティカル、クリティカル出たら最強だから、はっきり言って。あの、このなんかロビンフットのクリティカルマジ鬼畜だから。この接近状態からのクリティカルはマジでやばい。まあ知ってる人は知ってると思うんだけど、すげえ攻撃力もある。
じゃあ行くよん。あ、そうそうそう、ちょっとね、今大黒天やってるんですよ、裏でね。今21時13分なんだけど、本日は大黒天交流してるんですが、やろうかなと思ったんだけど、フレンドがいなさすぎてやめた。フレンドがいなさすぎた、残念ながら一人とてが。そして何よりも恐怖なのは、これね、弁慶弁慶弁慶で大黒天で、あ、じゃあ三弁慶で大黒天だやろうと思ってたんだよ。そしたらね、なんと恐ろしいことにですよ、弁慶を1個売ってたの、販売してしまいました、あの人生、あの男性を人身売買してから気づいたら。だからあれなんですよ、ないいないんですよ、いなくなっちゃったんですよ、俺の弁慶1人。3弁慶じゃなくて2弁慶になってるんですよ、売っちゃったんだよ、これ悲劇だろ。ダメだぞ人身売買はね、絶対ダメだからね、人身売買は。よいしょ、困るけど、まあ、それよいしょ。あ、いいね、場所的には悪くない、ビリビリビリが近くにいるだけでね、もう全然違うから。これなんだっけ名前、俺ビリビリビリで名前覚えちゃったから、私くん、それ、あ、そう、ガブリエルだ、そうだよ、答えダブルビリビリやべやべやべ、横勘で壊しましょう。強いでしょ、ヘイ、もうこうなったらもうこっちのもんよ、ギコゴジラよ、待っていかない、祝福のお知らせに参りました。いいね、いやーいいね、いやーいいね、いいよ、適当でもいいね、いいよ、オッケー、バーン、よし、いいね。ということで、一度するよね、これ一度したよね、多分これで2曲のはず、多分ね、山口多分、あ、来た来た来た、さあ、そしてそして、いやーいやーが出てくるぞ、混ぜましょう、早速ね、ポン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 と、 OK、 来ました来ました来ました、皆様方大変お待たせ申した、あれ、こっちに、完璧の運曲だね。いやー、こんにちは、こんばんは、おはようございます、ギコちゃんです、ダーっていう感じだね、手がちょっと違うんだよね、はい、ということで今回は、エヴァのゴジラ13号機かの運曲を作ることができました、これで34体目だ、よし、次の運曲作戦も頑張るぞ、みんなも頑張ってね、ということで以上、ギコちゃんでした、バイバイ。